はい。それじゃあお時間になりましたの、ね、で、<laughs> 司法試験予備試験の入門講座受講ガイダンス、今から早速始めたいと思います。で皆さんのお手元にガイダンスレジュメってお配りしてますが、まあ、どこを説明しているかっていうことがよくわかる人には、やっぱり画面でねえ、こう、ポインターでこう、ここら辺ですよっていうふうに示しながらお話した方がいいかなっていうふうに思うので、 一応、お手元にも同じレジュメありますが、まあ、基本的には画面見てもらえばね、えー、いいようには考えて講義しております。これ自体が私自身の、他の先生と違って、私の講座の入門講座、全部、自分のオリジナルレジュメっていうのがありまして、そのオリジナルレジュメをこ、こうね、版書の代わり表示して、それ使って講義するって形になっているんですね。 まあ、ですから、もし入門講座を受けて、法律をね、勉強していこう。そういう時に私の講義を受けるっていうんだったら、こんな感じですよってことを同時にね、体験しまうっていう風なことで、自分の講座のスタイルの通りに、今日のガイダンスも進めていくということですね。じゃあ、改めまして、予備試験使用新ガイダンスの始まりなんですけども、まあ、皆さん、このガイダンス聞かれてる方、 予備試験とか司法試験っていうのはかなり難しい試験だからというふうなことで、ある程度、で事前情報っていうのがあって上でガイダンスまで足を運ばれる、ないしはズームで申し込まれた方もね、多いんですけども、なんとなく難しそうな試験だとかいうふうな、ないしは弁護士、検察官、裁判官になるための試験だっていうふうなぐらいしか知識がないっていう方もね、おられますので、まあ試験制度というふうなものをね、簡単にお話しして、あとはその試験制度に合わせて、 どんな風な勉強をすると合格しやすいのかという風なこと。今日は1時間でできるだけお話していこうかなと思っております。でこのガイダンスレジュメっていうのは、まあ、昔レックのガイダンスっていろんなこうテーマを設定してやってたので、どんなテーマでもね、大丈夫なよねっていう風なことで、いろんな内容が書いて実はあるんですよね。逆に言うと、これの内容だけでそんなに分量ないように見えるかもしれませんけど、3時間とか5時間ぐらいお話できてしまうので、 ですから今日はまあお話しするとしてもこのうちの1ページ、2ページにはなるというふうなことはね、思っていただきたいし、かつ、まあ実際レジュメに沿ってあんまりお話しなかったりすることも、普通の講義はレジュメに沿ってやるんだけど、ガイダンスはまあその時の状況に応じてね、まあ喋っていくので、レジュメに沿って話をしないかもしれませんけど、とにかくまあ画面見ていただければ大丈夫になるようにやっていうふうにね、思っているところではね、ございます。で、えー、試験制度かお話しするというふうなことですが、 その前にあの、弁護士、検察官、裁判官って仕事自体ね、これ何なんだろうかっていうふうなことを、どういう仕事なんですか、おかりですかっていうふうに言うと、なんとなくね、ニュースとか、何してドラマとかで出てくる、なんか、えー、どっちかっていうと刑事事件のイメージが皆さん強いんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。刑事事件っていうのはまあ、殺人とか放火とかね、最近もそういうふうな事件で、かなり大きな事件についてのね、 まあ、検察官には論告休憩いうことで、死刑休憩なんていうのありましたけども、ああいうイメージが強いのかなというふうに思いますけども、じゃあ具体的に何やってるかっていうと、裁判官っていうのは何かこうね、死刑判決とか、懲役3年、執行猶5年とか、そういう判決言人かなっていうふうなことは皆さんね、わかると思うんだけど、じゃあ弁護士とか、さらに検察官って何やってるのかなっていうとね、イメージ湧かないっていう人もいるかなというふうに思うんですけども、まあみんな一言で言うと、法律を使うプロだってもなります。 で、法律ってのは何のためのものかっていうと、まあ、ズバリ事件解決の道具ということになるんですね。事件ってはじゃあ何なんですかっていうふうに言われると、これもね、何だと思いますかっていうと、いろんな説明し方あると思うんですけど、まあ、我々、いろんな感じ方と考え方と意見っていうふうなものがあるし、うので、意見が合わないっていうようなことがあるわけですよね。で、単純に意見が合わないっていうだけだったら、そんなにまあ、ね、えー、まあ、ほっておいていいのかもしれませんけど、まあ、ね。 お金とか、そういうふうなことに関わるようなことで意見が合わないって話になると、すごくこうね、大切なもんですから財産っていうふうなものは、すごく揉めるわけですよね。10万円でいいのか、100万円でいいのか、お金ね、仕事したに払ってもらえないとかね。やっぱりそこら辺のところきちんと約束通りお金払ってもらうとか、あと車に引かれて怪我したっていうような場合には、そんな、ちゃんと弁償しまうとかしてもらわないと、被害者が全部泣き寝入りっていうふうなことで困るわけですよね。 ただ世の中には被害者だっていうふうに言っていても、実際そんなのはちょっと助け上げる必要ないよねっていうふうなね、自分はね、嫌な目に遭うと苦しいって思うものなんですけども、まあよくあるのが法律相談なんかでね、こんなふうにいろんなことを言いふらされましたっていうふうに言ってね、なんとか名誉毀損で訴えられないんですかってこうよく言われるんですけど、大抵の悪口っていうのはね、名誉毀損にならないんですよね。えー、ですから皆さんが思っているよりも、よっぽどのことがないとなかなか名誉毀損ってなって、さらに賠償請求するって話にならないので、 そこら辺のハードルってね、結構すごく高かったりするんですよね。ですから被害者だっていうふうに言っていたのも、そんなにこの人ちょっと法律的に助けてあげる必要ないのかなっていうふうな人もいれば、この人助けられるのかわ可哀うだよねっていう人もいるわけです。世の中いろんな意見があるので、それを、まあ国が作った法律っていうルールがありますから、この法律に照らして、まあ今言った実際本当に困った人は裁判所っていうふうなものが最終的には救済をする。助けてあげるってことだし、 逆に、それはあなたがそう思ってるかもしれないけど、ちょっと、それは逆にね、請求された側の方がかわいそうだよね。そんなふうな支払い義務とか追うわけ、追う必要ないよね、みたいなね。そういう場合にはちゃんと、えー、まあ、被告勝訴原告敗訴みたいな形にしていかなきゃいけないので、適切に白か黒かどっちか事件解決ってのを決めていかなきゃいけないんですよね。 裁判までしなくってもさ、意見が一致すれば、お金払ってください。分かりましたって払いますって言ったら、何にも事件起きないんですけど、そこで払います、払いません。えー、賠償します、しませんなんていうふうな形で、意見が食い違ってくるから、揉め事って起きるんですよね。ですから私ね、結局事件っていうふうなものの本質って、単なる意見の食い違いで、一方が全部折れれば、事件って終わ終結するんですよね。 そういう意味では、まあ法律ってすごく難しい、使用資金難しいっていうふうなことをされているんだけど、やってること自体は、まあね、理系の人たちに比べるとかなり単純なことをやってるなっていうふうに私ね、思うんですよね。ただまあ、解決するときは設定して、運って言えば全部解決するんですけど、運って言わないときに、両方のね、とも納得するような。 で、えー、両方が納得するっていなくても、全国民のみんなが納得するような、そういうふうな解決をするっていうふうなためになるとなかなか難しくって、そのために法律があるというふうにね、考えてもらっていいのかなってことになるんですよね。まあ、だらだらとお話しましたけど、とにかく揉め事起きたっていうふうな時にね、で、その時に、まあ、生命、身体、財産、大体この3つです。 少々嫌な気持ちしたってだけで、だけでは、あの、賠償請求とかできないっていうふうなのはね、生命、身体、財産以外についてはね、よっぽどのこと被害発生しないとね、お金の請求できないようになってるんですよね。法律を使って、裁判所使って、ぜひともこれは保護しなきゃいけないものって結構少ないんですけど、そういうふうなものについて、じゃあ、ほっとけないから助けてあげようみたいな形で、そのための道具は法律で。 そしてその法律を使って実際に事件解決をやっていくっていうのが裁判官であり弁護士やり検察官だっていうふうに思ってもらうといいんですよね。まあそういうふうなことですから事件っていうのは結局は今言ったみたいに生命、身体、財産っていうふうなものをめぐる意見の食い違い争いってことで。で、それを法律を使って原告が正しいのか被告が正しいのかっていうふうな判断を下すっていうようなのがね、それがまあ ああね、えー、我々の仕事、検察官、弁護士、裁判官の仕事だよっていうようなことになってくるということですよね。あとは、今言ったような仕事に就くというためには、法律の使い方って詳しくないとダメなんですよね。え、もちろん使いこなすっていうためには、最低限法律の知識も必要なんだけど、それだったら、行政書士とか司法書士とか、法律っていうふうなものが、知識ね、それがないとできない仕事って別にいっぱいあるんですけども、 知ってれば事件がこなせ、もめ、も、えー、事務処理ができるっていう風なレベルのことは他の資料の先生を任せればいいんだけども、実際それ使いこなさないと、本当の揉め事に起きたっていう場合、お医者さんで言うと、手術っていう風なものをしなきゃいけないぐらい大ごとなって初めて弁護士のところに事件っていうのはね、持ち込まれてきますんでね。ですからそういう風なものについてきちんと解決をするっていう風なし仕事が弁護士、検察官、裁判官なんだよっていうようなことになってくるということですよね。 まあ、ですから、やってることは結構単純なんですけども、まあ、法律そのものが結構複雑で、それをうまく使いこなすって難しいんで、その使いこなし方っていうふうなものが、まあ、司法試験の勉強を通じて身につけていく。で、合格した後、3司法収集とか実務を通じて、そういう使いこなし方って身につけていくってことですよね。あと、比較するならば、まあ、お医者さんとやっぱり仕事として似てるとこありますよね。 知識って意味では、私はまあ生命とかね、そういうふうなものに関わる、うう生物的な知識の方がなんかずっと高度な気が私はしてしまうんですけども、ただ困っていると助けるっていうふうな意味で同じなんですよね。かつしかも困ってる内容っていうのが、病気と事件に巻き込まれた場合ってすごく似てるんですよ。どう似てるのかっていうふうに言いますと、ね、あの、どちらも事件に巻き込まれた場合も病気にかかった場合も困るんだけど、それがじゃあ治って元に戻るだけなんですよね。 元に戻るだけで、本当にただの、まあ、外役って言いますか、悪いことでしかないんですよね。事件に巻き込まれた状況とか、あとは今言った病気になった状況っていうのはね。ですから、そういうふうなものは、なるべく早く解決をして、そういうふうな苦しい状態から逃れるってことをしないと、いいこと一つもないんで、事件に巻き込まれた状況とか、病気にかかっている状況っていうのはね。ですから、で、だから本当に困るんですよ。何か、そういう病気になったり、事件に巻き込まれたりして、いいことがあればいいんだけど、あんまりいいことないですから、揉め事に巻き込まれてもね。 だからそういう状態っていうふうなものに、ただ苦しいだけでメリットは何もないっていう状態にずっと言ってかなりしんどいですから、そういうしんどい状況っていうふうなものからね、まあ、逃れるっていうか逃げ、早く逃が,逃がしてあげるっていうのが、いわば医者の仕事であり弁護士の仕事だよという話になってくるんですよね。ですから、本当にね、事件解決したっていうふうな時には、ものすごい感謝されますね。本当ありがとうございましたって言ってね。 例ええ思ったような結果にならないとしても、本当にもう感謝してもらえるんで、本当にやりがいがあるな。そういうふうな時には本当にね、あいいことしたなっていうふうなことでね。本当にまあ嬉しい気持ちにやっぱりなって、それはやっぱりこの弁護士と仕事のやりがいだよねっていうふうに思いますね。で、弁護士ってあくまで民間人として、えまあ、あの、法律解雇なしで事件解決していくってお仕事なわけですけど、弁護士が事件解決するっていうのは背後にやっぱり裁判官がいるからっていうのはあるんですよね。 ただ裁判官はもちろん裁判根治がすごいんじゃなくて、法律をね、使う権限が与えられてるからすごいって話になるんで、結局は国がバックにいるから、あの、我々弁護士とか裁判官は事件解決できるんですよね。で、国がバックにね、いないと、ここに書いてルールの通りで言うこと聞けって言っても言うこと聞いてくれないんでって話ですよね。そうですね、世の中で一番ひ身近な例をお話すと、交通事故の損害賠償ってやつです。 もし皆さんが交通事故を巻き込まれたりして、こういう法律の勉強しようっていう風な人なんかだと、インターネットを調べるといっぱい出てくるんですよ。こんだけのお金が取れますよっていう風な話がね。じゃあインターネットを調べて、そんだけのお金取れますか、取れるはずだから、インターネット書いてあったんだよ、なんてことを保険会社行っても、保険会社全く相手にしてくれない。おかしいと私思うんですけど、保険会社が、に対して皆さんが言うと何も相手にしないのに、私たちが出ていくとすぐ言うこと聞いてくるんですよね。おかしくないかって思うんですけど、 まあ、それは弁護士にとってありがたいよ。それなんでかっていうと、私が出てけばお金がいっぱい請求できますって言えばさ、依頼しすぎたらなえじゃないですか、私たちに。ただ、それ本当にいいのかなって私思うんですけど、じゃあなんで保険会社人を見てそうやってね、態度変えるかっていうと、いくらインターネットでこんだけの金が請求できるって書いてあったってさ、あの、言うこと聞かなくったって、実は裁判になって初めてそういう方になるんですよ。で、弁護士だと本当に裁判されちゃうんで、言うこと聞くんだよね。 それに対して一般の人だと自分で訴えを起こすって難しいから、こんだけ正義できますよって書いてあったって、いや、うちはそんな、うちは社内独自の規定があるからそうじゃないんですよって言って終わりなんだよね。社内独自の規定って言ったら裁判やったら負けるでしょっていうふうに私は思うし、実際裁判所行くと、やっぱりね、命とか体っていうのはすごく大切だから、裁判所そういう時はすごく優しいです。生命身体が本当にね、えー、なんか体調悪いとかね。 ちょっと薬飲んでますよってぐらいでダメでね。やっぱり交通事故に遭いました、大怪我しましたっていう、なんかすごく裁判し優しいんで、まずそういうふうなものについて裁判所持ってったら、裁判勝てるんですよね。だけど一般の人では裁判ってどうやってやればいいかわからないしとり、とりあえずやってみようってやってみてもね、全然その裁判ルール分かってなくて、勝てるものを負けるっていうことあるわけです。ですから保険会社としては一般の人が何言ってきたって怖くなんともないんで、 で、弁護士が出てきた時だけお金払ってればいいよっていうふうなことで、お金を節約してんだよね、彼らね。おかしいなーって、私思うのは思うんだけど実際はね、弁護士が出てくと、バックに裁判官と国っていうのはいるんで、相手も言うこと聞いてくれっていうのがあって、そういう力があるから我々って強制的に事件解決ね、できるんですよね。 相手がそういう仕組み知らないっていうような場合には、じゃあ仕方ないですねって言って、交渉なんてほとんどしないんですよ、我々。もうパッと裁判って、パッとね、あの、判決なり、裁判所にこういうふうな内容で分かりしませんかっていうふうな形に言ってもらって終わるっていうふうなことなんでね。何べんもしつこく交渉とかしません、我々。もうパッと裁判やっておしまいですね、実際のところ。 裁判って言うとさ、なんかね、お医者さんで言うとね、大手術するみたいな大ごとな見えじゃあると思うんだけど、我々からしたら、あの、本当紙書いて出すだけなんで、実際のところね。<laughs> 全然好きの話じゃないんで。あとさらに言うと裁判所っていうようなところもね、司法試運があると司法収集っていうのをやって、そこで裁判官、検察官、弁護士、すべての仕事を体験します。そうするとですね、当たりがいいか悪いかわからないんですけども、えー、弁論準備室って言ってね、法廷ではなくて、法廷に行く前にいろんな あね、打ち合わせする場所があるんですよ。弁護士同士とか裁判官交えてね。でそこが夜のね、6時半とかし過ぎると、酒盛りの場になったりするっていうね。<laughs> あの、そういうのを見てると、なんかね、あの、別に裁判官って言ったって別に、いやいやた、すごい、すごいんですよ。勉強すごくできるんですからね、私ね。俺、私なんかずっとできるんですけど、いや、本当にね、あの、そういうのを見てると、うんな,なんて言うんですかね。そんなに、ね、あの、まあ、は ええで、す、す、そんなにもう3回ぐらいちょっとこの経験したなんてことなく思うようなものではあるんだけどね。ただ一般的にはやっぱり今言ったみたいな事件解決をね、するってことについて、世の中、ね、一回も裁判所とか弁護士お世話にならない人も多いからさ、初めてそういうふうなもん出会うと、どうせよどうしようっていうふうなことですごく困っちゃったりするからね。 だからそういう時には、まあ我々が助けて、助ける、助けていただくっていうふうなことになって、えー、まあ我々慣れてますから、じゃさっさと事件処理もしていくというふうなことですよね。まあ、私なんかはね、ちょっと変人なんで、どうにか変人かというと、その、大体事件処理の仕方が簡単で分かれるようなものと、よく分からないにどうなるか分かんないものがあるんですよね。で簡単なものだけ受けてれば楽なんですよ、実際。 ただ他のところに断られたものの方が、これこ、ま、こなしたら自分にとって力つくんじゃないかっていうふうに思ってしまって、うっかりそういうものを受けてしまうんで、いつも苦労してるんですけど、事件処理っていう意味ではね。これどうするんだよなっていうふうにして。で、裁判所って裁判官も首ひねってるみたいなものは多くてね、本当にあの、 まあ、もうちょっと俺も賢くなった方がいいのかなっていうふうに思ったりもしますが、まあ、実際私自身はね、こうやって予備校で講義させていただくことで、最低限生活に必要なお金ってもらえるから、まあ、弁護士については、その、今、生きがいっていうか、やりがいっていうふうなことでやっていけばいいので、そういう意味でまあ、贅沢なね、そういうふうなこともできるんだなと思いながら、その分変な事件をやったことがある経験っていうのはね、結構かなり他の先生ずっと多いんじゃないかと私は思ってはいるんですけどね。 ですから講義でも、そういう他の先生があんまりやったことないような事案とかもね、こんな風な、これは私やったことありますとかね、この事件について、実際この制度っていうのは、私も含めてあんまり使わないですよね、みたいな話で、実務に入ってからの感覚ってもつかめるような講義をバッチリそれはやろうかなっていうふうに思ってはいるっていうか、実際やってます、そういうふうなものを、というふうなことですよね。 あんまり他の先生ね、私が受験生の時に弁護士の先生でもね、実務でこうだった、ああだったみたいな、民事訴訟法なんか特に使い方とか全然わかんないんですよね、講義言っててもね。だけどそれをこうやって使うんだよ、実務でこうやって使ってるんだよ、試験には出るけど、これほとんど使わないですねっていう風なね、実際実務についてから使い方も含めてお話はしてるっていうところあるんですけどね。 すいません。ちょっと今日は前振りが長すぎる、えー。こんなに前振りすることは少ないんですけども、とにかくそういうふうなあの形で我々は、ね、困った、事件に巻き込まれて困った人を助けるっていうかお,お手伝いする。まあ、お悩みごと解決のお手伝いを法律を使ってさせていただく。そういうお仕事をやってるというふうなことですよね。で、ちなみに私知ってる人はたくさん知,あの知ってるんですけど、かなり私いっぱい本を書いてます。 で本書いてるから、あの、まあ、ま、しばらく大金持ちだと思ってる人いるかなと思うんだけど、本って儲からないです。あ <laughs> の、何言ってるかと言いますと、その、逆にね、弁護士は儲かります、実際。<laughs> あの、いきなり、さっきまでいいご話してたのが突然、こう、生臭い話になってるんですけど、そっちに興味ある人もいるかな、っていうふうに思いますんでねで。検察官、裁判官っていうのは、まあ、大体40代超えたら、年収、あの、まあ、あくまで税込みの収入としては1200万ぐらいになってきますし、で弁護士検査の場合なんかだと、 実はね、本を一冊書くのと事件一件受けるの同じぐらいです、実は。ね。ですから、で、本を一冊書くのでものすごい大変ですやっぱり。原稿用紙300万400枚書きますから、私ね。まあ、他の方のね、売れてる本とか見るとなんか分量少ないなーって思ったりすることあるんですけど、逆に法律専門書なんかもうよくこんなにたくさん誰が書いたんだろうな、ぐらいの分量だったりもしますけどね。 ですから作業料とかそういったものからするとずっとですね、だいたい30万から50万ぐらいなんですよね。一回、一件の事件処理にあたっての報酬っていうふうなものはね。もちろんそれが10万円、5万円みたいなこともあるんですけど、そういうものは一瞬で終わるような事件だったりね、しますんで。で本の印税っていうのはだいたまあ位置づりでたい30万ぐらいなんですよね。それでだいたい一冊の本確くにかかる手間って、それこそもうね、何ヶ月もかかりますから <laughs>。 本ってね、ですから、弁護士とかで書いてる人少ないっていうふうなのは、あんまりお金儲けっていう意味ではあんまりバリが合わないからなんですよね。私はまあ、あの、はっきり言うと、レック弱小ですから、自分で言うのなんですけどね。それがために私の講義聞いてもらえないっていうようなことが残念なんで、他のね、予備校に行ってしまった人でも、まあ、私はその、自分の講義を聞いてもらって、むしろ、 法律の、その、基本書に書いてることとか、本に書いてるとか、他の先生が教えていないことをみんなに教えたくて講義やってるってとことがあるのでね。だから、それをね、あの、高い受講料っていう風なものを払わなくても皆さんに、あ、さあ本読めばいいんだっていう、この講義で思われると困っちゃうんだけど、あの、あの、講義ではも,もっとわかりやすいもっとわかりやすいんですけど、ただそれでも、そういうの知ってほしいなと思ってね、講義をね。 えー、内容っていうふうなもので、えー、エッセンスに当たるものをね、最低限これは知っておいてほしいみたいなことを本にまとめてね、出してるんですよね。だからあれは布教活動のためであって、あの、もうお金儲けるためじゃないんですよね、本格っていうのはね。単にお金儲けするんだったらぶっ、正直ね、ちょっと、えー、お金出してテレビに出,出してもらって、あの、テレビに出てる弁護士でほとんどみんなお金払って出してもらってるんですよ。あれ宣伝のためにね。うん、コメンテーターとかもね。 橋本弁護士とかだと逆に金いっぱい持ってると思いますけど、ああいうしょっちゅうでいくと以外で、誰これっていう弁護士で出てる人って、いては,は金払って出してもらってるんですよね、宣伝で。それで、いっぱいでこう、無料相談しますよって言って、で、なんで相談無料なのかっていうとさ、あの、それが全部ねその、その中でお金になりそうなものを、あの、こう、するためなんですよね、実は。あ、もう全部言っちゃった。のね、私がね。 それでお金になら、ならそうなものは、じゃあうちでは受けられませんってお断りして、お金になりそうなものだけ受けるっていうふうな、そういうシステムで無料相談やってるんですよね、あれはね。あ、もうこれでちょっとね、明日ぐらい私消されるかもしれませんけど、大きな力帯でてですね。<laughs> まあそういうあれはシステムなんで、金儲けしようとも、ちょっと悪魔に騙魂てすぐ金儲けできるっていうのはこの世界ですよね。一件ね、30万、50万っていうふうなお金がね、入ってくるわけですからね。うん。まあ、ただまあね、 えー、一応そういうふうなことで、お金儲けっていうふうな意味でも、なんかよく収入が少ないんだとか、弁護士の仕事、えー、弁護士の数が増えてどうしたとか言っててね、なんか例えば、えー、なんか、えー、これ、えー、事務所の収入っていうのが何万、何百万円だとかいうのは平均値が新聞税区でやるするよね。あんなもんだ、節税収に決まってますよね。そんなのね。<laughs> 事務所の経費っていう形でいろんなものを持って、いうふうに決まってるんで、そんなの。そんなに儲かってるわけないじゃないかっていううなのがね、いつも新聞見て私思うんですよね。 うん。まあそういうわけで、やっぱりなかなかき貴重な資格だっていうふうなこともあるんで、ね。で、皆さんもインターネットでこうパッパッと探すと、今はもう弁護士の費用ってどのぐらいなのかってすぐ出てきますんでね。ですからそういうのを見ると、まあやっぱり割はいいよねっていうふうなことやっぱ思いますね。売上はそのまま報酬ですからね、ほとんどね。 私なんて特に事務所もね、自分のあの実家だしね、あ <laughs> の事務員さんうちの母親さしてますから、<laughs> あの、だからお金かからないんで、本当に報酬がそのまま、売り上げそのまま報酬になるっていう世界なんで、本当に趣味みたいなことやってても十分ね、なんて言うんですかね、えー、計立つっていうような世界になってくるわけですよね。まあすいません、そういうわけで、あのー、ね、人助けにもなるし、しかもまあお金っていうふうなもうそれなりも儲かりますよっていうふうなね、 えー、そういうなのが、まあ、司法,法、法律家だっていうふうなことになってくるんですよね。ちなみに、弁護士、検察官、裁判官っていうようなところでは、まあ、あの、まあ、特に学生さんなんかは、検察官とか裁判官っていうふうなものをまずやって、で、で、嫌になったらやめて弁護士になればいいんで、そういう、最初は検察官、裁判官になった方がいいんじゃないかなっていうのもね、するんですけどね。うん。まあ、迷ったらそういうふうなことでいいのかな。ただ、任間できいなかったら、まあ、別にもう弁護士になるしかないんですけど、ね。<laughs> 私みたいに、まあ、司法支援合格は23歳でもね、司法収集行ったのが、もうそこからね、40歳、えー、近くになってからなんで、そこまで行くと、ちょっとなかなか忍官って難しいし、初めから私が任官したいんですって言ってもね、何冗談言ってんのって言われちゃうんで、<laughs> あの、ですからもうそれ諦めてね、ましたけどね。まあ、道があるうちだと一旦、一旦それ任官みたいなこともね、やってみると面白いんじゃないかな、っていう、もう思ったりもしますよね。 ま、これが、ま、弁護士検察官と仕事の概要で何言ってるかよくわかんないっていう人は、ま、とりあえず法律使って困ってる人助けるってことでね、お医者さんと似てますよっていうふうにイメージ持って、思ってもらっていいです。あ、そうだ、もう一個大切なこと忘れた。お医者さんと似てるっていう意味では、あの、お医者さんってさ、何でもできるんですよね、あの人たち。薬の調合とかできないですけど、それ以外何でもできますよね。うちの妻、一応医師やってるんですけど、なんか夜勤とかっていうと、レントゲン取らされたりするって言ってるんですよね。 放射線技師の看護師の仕事できるのは当たり前なんだけど、消射線技師の仕事も全部できるんで、ね。薬剤師だけできないんですよね。我々も、あの、いと似ててさ、例えば法律関係でできないことっていうと、その、陶器で図面引いて出さなきゃいけない時あるんですよ。ね。土地の,あの構図を出書いて、えー、建物設計図が出してね。いわゆる表示の陶器っていうふうな部分。これはちょっと我々はできないですね。土地広告調査士さんじゃできない。 ま、当たり前にはこれ法律ってよりむしろ測量の話になってくるんで、測量して図面書いてって話になるから、それは法律の話じゃないんでね。ただそれ以外は我々できないことないんですよね。要するに行政書士、司法書士の上位互換だっていうのが弁護士なんだよっていうようなことですよね。うん。ですから、ちょっと私何でもやってますもんね。行政書士の仕事でも司法書士の仕事でも、とりあえずそうなけたら何でもやるんですよね、本当ね。 他の先生もやってんのかなと思って、この前ね、登記申請でやってみ、やってますかって聞いたら、あの、めんどくさそうなの一回もやったことありませんって言って、<laughs> あの、いや、登記って簡単だよとか言って、書類そえ出すだけですよって、あの、間違ってたら、登記正、えー、ね、法務局の人教えてくれるから楽なんだよっていうふうな話をね、するんだけどね、私ね、まあ。めんどくさいって言ったらめんどくさいところあるんですけどね、裁判の方が楽なところもあるんですけどね。まあ、私は何でもやるんですけど、せっかくできるんでもったいないなと思ってね。 やってないのは税理士の仕事ぐらいですね。これはちょっと税法詳しくないとできないし、あと会計の計算もできないとできないんで。まあでも法律上は税理士の登録もできるんですよ、私ね。弁護士の登録して実務経験2年以上あれば、もう税理士登録できますからね。ただできるってだけで、ちょっとあの、お客さんに迷惑ができないからやってないんですけど、そこまではね。ですから本当何でもできますよね、弁護士って。本当にいいのかなと思うんですけどね、本当。弁理士もできますね。これも本当にいいのかなと思うんですけどね。 そういう意味では、まあ、やっぱり潰しはめちゃめちゃあれだけ聞きますよね。うん、司法書士もできるんだ、みたいなね、行政にできるんだ、税理士も便利士もできるんだ、みたいな話だったことはね、ちょっと付け加えておいたほうがいいのかなっていうふうに思っていますね。じゃあ、今言ったような、えー、資格っていうふうなを見つけるっていうふうなためにね、ね、えー、じゃあど、どういうふうな試験性になってるかっていう話なんですけども、まあ、原則は法科大学に行っていただくってことになるわけですね、建前上はね。 建前って言ったのは、もう一個予備試験っていうものがあるよとで。予備試験合格すれば、法科大学院にいきなり卒業したのと同じことになるってことですよね。うん、ですから、私は予備試験っていうのは、ちなみに、あの、だからこそ人気があるので、えー、最も日本で、こう、最難関で、え、法科大学院だと思ってます。ただ、最難関な分、あの、入学と同時に卒業っていう風な素晴らしい資格なんですね、予備試験っていうのはね。 法科大学院、最強の法科大学院が実は私予備試験と思ってますね。えー、入学と同時に卒業。しかも予備試験って人気があって難しいから、予備試験受かった人って相馬司法試験9割の人受かりますから、法科大学院はどんなにあの合格したくて6割とかそういう世界になってくるんでね。うん。ですから、あの、予備試験っていうふうなのは、あと法科大学院に2年とか3年とか行かなくていいし、学費もかからないですから、 そういう意味では、ほとんどのね、特に社会人の方は予備試験を目指されてる方が多いっていうことになってくるんですよね。あとね、やっぱりそのお金とか時間だけじゃないと思うんですよね、法科大学院のデメリットっていうのはね。もうはっきり言いますけど、法科大学院って抱き合わせ商法ですよね。<laughs> 抱き合わせ商法って何かっていうと、その予備校だったらさ、いろんな予備校あって好きなとこ、そのね、選べるじゃないですか、実際のところね。 で、まあ、もちろん、まとめて受講した方が安くなるようになってますけど、我々の商売ですから。だけど、受けたい科目だけ選んで受けるとかもできるじゃないですか。別にね。なんだったら、予備校の講校義聞かないで本だけ使って勉強したっていいんですよ。もちろん、それ受かるかどうかはまた別にしてね。どう本だと、まあ、講義の受かりやすいか後で話しますけどね。 まあ、とにかく今言ったような形で、えっ、ー、と、自分でどの程度お金使って、どの程度時間を割くのか、いつ勉強するかってことが完全にコントロールできるっていうのが予備試験のメリットですよね。私、これが一番でかいと思います。ところが、法科大学院って違いますよね。決まった時間に決まった、えー、ねこね、教室で決まった講師の授業を聞かなきゃいけないし、その単位揃えないと卒業してさせてもらえないわけですよね。まあ、その分、法科大学院は、まあ、やっぱり予備試験合区に比べるとずっとまあ入るのは優しいっていうのはありますけど、 で、もう一個予備試験のただメリットがあって、受かればほぼ司法試験受かりますけど、法科大学院で入って卒業しても、司法試験受かるとは限らないっていう大問題あるわけですよね。私はそういう意味では、司法試験に受かるまで受けさせてもらえないっていう方がいい、予備試験の方がよっぽどいいと思ってますよ。ね。うん。こんな予備、ね。予備試験受かったらこれも司法試験受かるってことだから、だから予備試験受かるまで司法試験受けない方がいいんだっていうふうなね。そういうふうな発想で勉強していくっていうふうなのがね。 なんか中にはね、なかなかなんとか司法試験に受けたいから、受けないと受からないからってことで、司法試験受験資格得るっていう風な観点から、どうしても予備試験自分は無理だから法科大学院っていう人もいるんですけどあの、それだと司法試験受かんないよねって話になるんだよね。うん、だから、あの、なんかね、その最終的な結果っていう風なものを見ないで、その目先のなんかこと、なんか簡単そうなところに逃げてしまうっていう人がかなり世の中いるんですけど、それ私分からないんですよね。 最終的についつまらなかったらどうするのって私思いますからね。うん。だから私ね、別に放課役行ってもいいんですけど、ね、時間とお金があるね、その貴族みたいな人はぜひ行った方がね、なんか楽しそうですから、私もちょっと行ってみたいなと思ってるんですけど、楽しそうなんでね。ただまあ多分行ったらね、なんかスパイでも来たんじゃないかとか、そもそも入学試験受けさせてもらえないんじゃないかとか、いろいろちょっとあるんですけど、ちょっと怖くてまだ受けたことないんですけどね。うん。 楽しそうですけどね。でもその後にちょっと地獄を見るかもしれないんで、放から行くにしても予備試験を受けて方がやっぱりいいですよね。っていうのが私のやっぱり考え方で、予備試験する意味ではマストだと思いますね。とにかく予備試験を受けるっていうのは、その柔軟性が高いっていうふうなことと、その自,その自分の納得するだけのリスクコントロールできるっていうふうなのがね、これ私好みなんのっていうのとね。 あとはとにかく司法試験受かるようになるまで受けさせてもらえないっていうのはね、予備試験って回数制限ないんですからね。司法試験一応5回しか受け昔3回だったの今5回受けれますけどね。まあ一応5回しか受けれないってことになってますんで。5回も受けるんだってみんな思うかもしれないけど、5回受けてダメでまた放課に入って、また次受けようとしてる人もいるんですよね。やめた方がいいんじゃないかってさすがに私それはね、思うんですけどね。まあそんなだったら初めか予備試験目指した方がいいのかなっていうふうにね、私思うんですけどね。はい。 まあ、そういうわけで今バーって言ったことは下にまとめてあるんだよね。結局予備試験最大メリットは司法試験に受か,かりやすいっていうね。<laughs> あと誰でも受験できるとか、あとはやっぱりあの柔軟性が高い。ここら辺が予備試験最大メリットで、だからこそ皆さん予備試験を目指されるってことになるんじゃないかと思いますね。ね若い子たちとね、一緒に勉強するの楽しそうなんですけどね。ちょっとね、まあそれはちょっとただの遊,遊びっていうか、<laughs> あのね、そんな真面目にこうやって来られてる人にとって失礼な話ですからねっていう話ですよね。 それだけとにかく予備試験は、あの、目指してやっていただきたいな、っていうふうに思ってるんですね。じゃあ、その予備試験ってどんな試験なんですかっていうと、基本的には、卓一試験。私は担当式試験っていう呼び名の方が好きなんですけど、こっちが正式なんで、ただ、卓一っていうこと言っても間違いではないですけどね。まあ、五択のね、問題っていうふうなものを解くっていうのは、卓一式試験っていうのがあって、で、ちなみに卓一式試験ね、多分、経費削減のためだと思うんですけど、司法試験と共通問題ですね、毎年。その年の司法試験と、その年の 予備試験の卓一の試験は同時に実施されるんですよ。うん。司法試験いらないんじゃないかって気がするんだけど、そいうことですね。同じ本物なんじゃねえかっていうなことでね。うん。だから予備試験受かってる人って、拓一、司法試験の卓一合格率9割どころじゃないんですよね。もうほとんど全員受かるぐらい勢い。受か、あの、受からない人っていうのはまあ受けてないか、体調不良かどっちかですね、実際。全員受かってますね、卓一はね。うん。 で、まあ、それが、法律基本科目7科目に加えて、教養科目ってあって、この教養科目やなんですよね。この教養科目っていうのがね、数学え,え、え、ってみんな思,うこれ思ったかもしれないけど、地学生物物理科学これ聞いた瞬間やめようと思った人いるかもしれませんが、大丈夫です。40問中20問回答するだけでいいですから。ね。で、20問のうち、まあ、しかもこれもね、わかるものだけ、えっ、ー、と、マークしてね。もしかして英語とかわかるかもしれないじゃないですか。ね。 ね。わかるものだけマークして、数的処理みたいなものあるから、できそうなものだけやって、あとは、例えば10問わかったで。あと10問どうしようって全部3にするとか、全部4にするとかでいい。そういうレベルでいいんですよ。ね。法律基本科目で点稼いれば教養科目は、今言ったみたいな、なるべく点を取るっていう形で合格しますからね。ですから、教養科目あるだけって感じですね。まあ、零点はちょっと、あの、きついんで、零 <laughs> 点は取らないようにしてほしいんですけど、ね。まあ、法律基本科目っていうなので、点稼げばいいです。 で、かつね、法律基本科目だけで合格するぐらいの,の点を取らないと論文変わりません。他の先生何て言ってるか分かんないんですけど、あの、私が旧司法試験っていうのが昔あったんですけど、今の予備試験とか司法試験で受験資料に関大きく変えたのが、択一重視をお勧めしてるということなんですよね。私が実は受験生の択一っていうのは、論文式試験とのね、要求され力がだいぶ違ったんですよ。うん。 まあ正直何が見たいのかわからない難問疑問のパっぱれだったんですよね。うん。だけど今はね、の択一試験って、まあ、私が受験席3科目しかなかったから、多分難問疑問出さないと差がつかなかったからだと思うんだけど、もう今7科目なんで法律だけでね。こんだけの分野を薄く広く全部マスターするってかなり大変だから、ね。十分に基本的な問題出すだけで差がつくようになったんですよね。 で、逆に民法とか憲法みたいな、その、いわゆるメジャーっつうか、あの、有名なものに力入れない方がいいんですよね。入れ,入れないときに入れない方がいいっていの言い過ぎで、7科目全体にまんべんなく勉強した方がいいんですよ。配点全部同じだからねで。みんなが苦手なものも点取れるようにした方が、あの、結局点稼げるんで、最終的にね。で、設定して択一で点稼ぐようになると、すごく基本的に素直な問題が多いから、論文式試験の役に立つんですよね。自分自身、 えー、憲法、民法、刑法しかなかったから、商法とか民訴商法、刑訴商法、あと行政法そもそもなかったんですよ、私受験の時ね。こういうものを論文の時にすごい苦労したんですよ。択一がないから知識覚えられないんで、ね。でも今は択一勉強すれば自然と知識が身につくから、で、単語ぐらい知らないと論文書けませんから、当たり前ですよね。単語を知らないで論文どうやって書くんですかって話になりますからね。最低限の用語を覚えないと論文書けないですから、ね。用語集、あの、持ち込みませんからね。 六法しかあの貸してもらえませんから、六法は貸してもらいますけどね。持ち込みじゃなくてあの、もらえるんですけど、最終的に受験後にね。ですから、六法に書いてな、ね、い言葉を覚えないとダメなんで、で、それを択一の問題ときながら覚えるんですよね。あともう一個すごいのが、択一の問題が論文の出題予素になってるんですよ、今。択一でね、なんだこの変な、ね、判例、何これって思ってたら、2、2 3年後論文出たりするんですよね、これ。 ですから変な足が出たっていうほっとくとひどい目なんで、むしろそれは、こういうものを覚えておいてねっていうふうな試験委員会のメッセージだと思わなきゃいけない。で、それをしっかりと、じゃあちょっと、だから、当然レックもね、私も含めて、あと問題を設定して、えー、論文とかの問題を作成するスタッフも、今言ったような過去問っていうふうなもので、びっくりするなものだったら、それはまた出るっていうふうに思った方がいいんですよ、それはね。覚えておいてほしいと思うから出すんで、それ。単に我々は困そうと思って出すんじゃないから、それはね。 うん。択一で、あ、これ、2年前に択一で出たよねっていうのが論文にバーンと出たりするんですよ。特に民法ね。<laughs> うん、憲法もそうなんですし、行政もそうですけど、まあ民法特にそうなんですよね。で、民法で、今言った視点で勉強してない人っていうのがすごいびっくりして、なんだこれはって言って慌てふためかたりするんですよね。うん、だけどこれ択一で出たよねって言ったりするんだよね。うん、だから択一ってさ、今言った通り、 ええとですね。とにかく、それをやると基本的知識に身につく上に論文の、あの、単に正解すらいいっていうんじゃなくて、なぜそれが正解なのかっていうところまでしっかりやっとくと、論文の勉強になるんですよ、今。自分が受験したときは全然違ったんですよ。ね。えー、次の文章、空欄30個空,欄空いてるうちの空欄にね、えー、なんか当てはまる、一番多く使う語と二番目使う語の差はいくつかとか、そんなもん出てたんで、意味がわかんないですけど、ね。そんなもんいくらやったって論文の合格に役に立たないんで、 事務所に農具つくだけですね、それだけだとね。でもそうじゃなくて、今言ったみたいに、そのすごくね、法学を勉強するっていうふうな意味での教科書みたいな、あ本当に量子質ドリルみたいなものが択一に出るんですよね。うんまあ、ちょっと今の先生がなんて、他の先生なんて言ってるかわからないんですけど、とにかく択一の勉強にを集中しやれっていうのが皆さんおすすめなんですよ。まあ その勉強法の最断決定はつまらないっていうところなんですけど、やっぱり論文の方が面白いですね。勉強しててね。こう、はあ、なるほど、みたいなとこあるからね。でも、択一はちょっと無味感想面白くないんだけどね。それだけ弱点だけど、それやると論文に幕に立つんで、あと、身も負担ないこと言うけど、択一受からないと論文受かりません。論文、そもそも受けさせてもらえないんで。ただ、択一は受かればいいっていうレベルじゃありません。上位で受かるレベルになれば、論文も実は受かるんですよ。 うん、だから、択一は、もう本当に法律基本科目だけで受かるぐらいの、法律基本科目だけで、教養科目が本当にね、ひどい点数でも、ね、4割、3割で取れてなくても、法律基本科目だけで受かるぐらい、9割以上取れるぐらいの勢いで勉強すると、そのまま論文受かる。これがだから予備試験攻略法として一番正しいんですよ。教養科目攻略してね、というとどうするのって話になるでしょう。今からさ、物理やれって言われてもさ、もうそれだけで周りにしたくなりますよね。そこの、 特に社会人の人はそこに弱点があるから、その弱点を実は強みに変えれるんですね。法律基本科目を異常に得になればいい。そうせ論文に役に立つからなんです。ね。っていう話ですよね。で、ちなみに論文合格すれば口術試験は、これも9割以上受かる試験ですから、論文まで受かればほぼ予備試験合格ですからね。で、本体の使用試験は口術ないので、 結局同じような択一解いて、で論文はちょうど2倍になるんですね。今の予備試験の時間とか分量とか書く量とかそういうのが全部2倍になると思ってもらえばいいです。そういうものが司法試験ですからね。ですから、それは予備試験受かった人がそのまま司法試験受かるのは当たり前なんで、と選択科目があるから選択科目の勉強だけしなきゃいけないけどね。あの、司法試験だけ選択科目ありますからね。え、は、東法とかね。え <laughs>、国際法とかね。環境法とかあるんですよ。ね。 それだけ勉強だけしなきゃいけないけどね。あまり点が低いと足切りってみたいなものがあるのでね。あの点が、ですから、そのい、ね、今言ったみたいな、その選択目であまり点がひどいのもまずいんでね。それをやれば使用受か,かる。だから結局ほとんどの人が予備試験を受かれば使用受か,かるって仕組みになってるわけですよね。よろしいでしょうか。というわけで、えー、とにかく、まあ、まずは、 卓一式試験の合格すするような勉強を集中,中心に備ええてもらえばいいんですたださっき言ったみたいに、やってつまんなくなってくるんで、そういうふうなことを補うために、たまに論文の試験の勉強を先としやるのも構いません。じゃあどうやって勉強するのかって言いますと、論文は、まずは論文の問題集と答えを買ってみて、問題答えを読むだけでいいです。あの、解いても、誰にも採点してもらえないものを解いても虚しいだけですから、 この問題、こういう答案書くんだ。ほーって言ってね。<laughs> あの、こんな雰囲気をつかむんで十分ですから、最初はね。で、それを読むことで法律に知識の詳しくなるからね。こういう問題ではこういうふうに処理するんだ。はーって言ってね。まずはね、やっぱり答えを先に知ってしまって、そういうふうなもののストックがある程度ないと、見たことない問題って解けるようにならないので、単純に解ける問題の数を増やすってことが大切なんですよね。昔、数学暗記だって本があったんですよ。和田秀樹さんって人がいてね。 あの、和田秀樹さんって、なんか今、お医者さんの、えー、なんか医者のコラムとかで、ニュー、インターネットで出てくるけど、あの、あ,あの人とね、私、あの、なぜかね、東大受験法のなんか本を書いてたってですね。かつ、娘さんが私の入門講座にも来てたっていうのがあるんですけど、まあ、それは事実としまして、で、その人が数学暗記だ、とかいう本を書いてるんですよ、昔ね。これ、まあ、本当に暗記なわけじゃなくて、解き方を覚えるっていうことなんだよね、あれよね。で、かつ、それも、その、解ける問題がなければ、その、未知の問題解けないんで、っていうね。 これ大学の先生の良くないとこですぐ考える暗記するなって言うんだけど、それ全く間違いで、まずは解ける問題ある程度ないと何も解けるようにならないので、ある程度のできる問題があってから初めそこから頭使って考えるべきなんだよね、正しくは。ね。だから論文の勉強って意味では一回解こうとしたら無理ですから絶対無理なんでそんなもんね。ですから問題集読むだけでいいの、最初は。ね、書くのはも後でいいんですよ。ね。 入門講座とか取れば一緒にね、えー、問題演習みたいなのがあるから、それで書くぐらいでよくて、あとはそれよりは問題とことは読むっていう勉強をやった方がいいんですよね。私それだけ論文買ったからね、答案練習か受けましたけどね。ほとんどそれですね、私ね。論文はそれだけで、まずはいいんですよね。その前に、あの、本当に大切の択一だからね。で、択一は、あの、どうやってやるかというと、これも単純で、ほとんどさっきのやり方、やり方と同じで、過去問集ですよね。 まずは過去10年間分なんですけど、本当はもっとやった方がいいんですが、まあ、まずは過去10年間分、ね、過去文集売ってますから、で、別にね、最新版でなくていいですよ。ね。令和5年とか4年の問題なんて、インターネットで落ちてますから、それでダウンロードして解けゃいいんで、解説なんかいりませんから、はっきり言って。ね。どこの誰が書いたかよくわからない、なんか意味ない解説が多いんで、実際、あの、解説ってほとんど役に立たないんですね。 うん、ただ、あの、最初のうちは、全然意味が分からないっていう時に、それ読むと、まあ、答えの意味が分かるのにヒントになることもあるので、最初はまあ解説あった方が多少はいいかなと思うんだけど、ある程度勉強するんだとは、別に解説がなくていいしね。で、最悪ね、Google に聞いた方が、後ろの解説よりももう分かりやすい解説ができないんですんで、今。AI 的なのに聞いた方が分かりやすいんで、解説いらないですよ、今、本当にね。恐ろしいですね Google さん。本当にね。うん。 他の検索エンジンどれよりも法律的なことのなんか結構性格をしてくれますね。Google が異常になんか精度いいですね、そこはね。すごいなって、日本人が作ってるのかなぐ <laughs> の勢いで、あの、方角のね、こと結構正確な知識でいきますからね。うん。だから解説なんかね、特にそんな最新の例は5年とか4年なんていらないからね。だから、これこそメールカリとかで安いの買っときゃいいんですよね。そうするとね、より古いとこまでさ、問題点に入るじゃんね。うん。 いろいろいいんで、その方が、もしろ古いもの買った方がいいんじゃないですかっていうぐらいですよね。うん。で、それで、まあ、過去10年間分ぐらいを、ええー、ね、まずは、あの、時間を、まずね、ええー、1日に何問解けるかっていうようなことやってみるんですよね。ないしは、1時間で何問解けるかっていうことで、自分のね、能力を測るんですよね。 で、なんで能力を測るかっていうと、で、それで1日に何問解けるか、1時間何問解けるかってことを分かると、自分が試験、本試験までに何問解けるか分かるんですよね。あの、で、これすごく大切なんです。で、どうも自分は各5年間分し問題解けそうにないってなったら、もう仕方ないから、6年間分ぐらいやろうっていうふうなことで、ただその範囲のことは徹底的にきちんとやろうっていうふうにすることで、ある程度まんべんなく力をつけられるんですよね。ところが世間の人はそういう方一切しないの。 どうやってやるかというと、過去10年間分とか言われたら、言われたことを全部やろうとするんですよね。その結果、なんか最初の方の、なんかあの、憲法だけやって民法間に合わないとかですね、まんべんなく全体勉強することができないで終わっちゃうんですよ。英単語で言うと、A とか B とか C とかはめっちゃくちゃ詳しいんだけど、なんか Q とか W とかだと一切知らないみたいな、そういう話になってくるわけですよね。まあ、Q とか W とかわからないって言ったらまだしもね、まあ、Q ってあんまり単語ないからないんですけど、英語でね。 なんか最初の ABC だけしか詳しくなくてね。だから法律で言うと民法しか詳しくないとか、民法量多すぎて挫折して憲法しか詳しくないとかだと、それじゃあの合格しないのでね。さっき言ったみたいにマイナーな行政法とかそういうふうなところでしっかり点取った方が、あの全部まんべんなくある程度点取った方が合格しやすいですから、絶対ね。民法分量多いのに配点が同じだから、分量少ない憲法とか行政法で点化せばいいに決まってるんですよ、絶対それは。ね。刑法とかね。 なんか民法っていうとさ、なんかみんな一生懸命やるんだけど、コスパ悪いです、民法。できなくて言わないよ。できないとまずいんですけど、ね。うん。だからある程度に、こう、損切りしてさ、それ以外の分量が少ないもん点取ったらいいんですから、絶対。っていう話なんですよね。まあ、とにかく、ただそこら辺のところで、えー、なるべく自分が取る点数って最大にするっていうためには、自分がどのぐらい過去問とか問題解けるかってことをちゃんと知る必要があるのね。 敵を知り、己を知れば100選が選ぶからず、からずって言いますよね。己を知らないで、なんとなく勉強を始めしまう人が多すぎるんですよね。実際のところね。自分がどれぐらいの問題の量をこなせるだろうっていうふうなことを、まずは、えー、考えて、その枠内で、えー、こう一番ね、まんべんなく全ての科目がきちんと勉強できるような計画を立てるべきなのね。なぜ計画だうになるんですかそれは自分の能力は無関,、えー、無関係に、こういうものができるといいなぁ。 いいなっていうふうなものをね、理想のこう計画を立てるからなんだよね。違う。現実的にこなせる計画を立てないといけない。そのためには自分がどの程度問題をこなせるかっていうふうなことをね、考えないといけないんですよね。はい。ただまあ、あの、一日に解ける問題の数っていうふうなものも、あの、本試験でね、出てくる問題の数ぐらいは解けないと受からないので、最終的には本試験で一日に解く問題の数ぐらいは解けるようになってもらないと困るんだけどね、それは。 最初に比べて問題解いてれば解ける問題数は当然増えますからね。うん、増えていったら当然計画が修正していって、どんどんあの先に解いていくってことは必要なんですよ。で、最終的には本試験で解くだけの問題の数をその日のうちに1日で解けるようにしなきゃいけないんですね。まあ、実はそうじゃなくてね、本当は本試験で解く問題の倍ぐらいを1日解けなきゃいけないんですけど、 なんでかっていうと、何べんもやってるうちに、やったことある問題ばっかりになるから、でも本試験って見たことがない問題しか出ないじゃないですか。やったことある問題なんて2倍、3倍解けて当たり前なんでね。で、さらに2回目、3回目にやるときには、当然間違えた問題だけ集中してやってください。解けた問題なんていうのはね、何遍もやなくていいですから。最後にもう一回全部やり直そうとかいうのは別に構わないんですけど、 まあ、とにかく、と、えっ、ー、と、よく3回やれって言うけど、これはまあ大体そうで、なんですよね。大体1回やっただけだとほとんど解けないんで、で2回目は全部解き直しになって、それでやっとまあある程度点が取るようになってくるんで、で3回目で解け、まあ、2回目の解けなかったものをやるっていう風にするといいんですよね。ただ実際は3回っていうのはあくまで目安であって、10回やってもまあ、なぜか間違える問題っていうのあるし、1回解けた問題っていうのは別に3回やらなくていいので、ね。 ここで大切なのが、とにかくね、解ける数を増や、解ける数を増やさないといけないんですよね。ただ数こなすだけではダメ、ダメだし、単にいう、うん、単に数こなすだけでダメなんですよね。よくね、過去問10回やりましたっていう人がいて、でも合格しないって言う人いるんですよ。で、私必ず、正当率どのぐらいなんですかうん、6割ぐらいですねって言いやいや、10回やって6割って、それちょっと、まあもうこれ言わ、言わないですよ。言わないですけどね。 うん、いや重要なのは解けるようにすることだからねって言ってね。それは、あの、10回もやった問題6割しか解けないっていうんじゃ、本試験受からないです当たり前ですから、不思議でな何でもないですよねっていうふうに。まあ、はっきり私言っちゃうんで、だから嫌われるんですけどね。うん、解ける問題の数を増やすのが意味ないでしょっていうふうなことですからね。とにかく解けるようになる問題の数を増やすっていうことをやっていただく。でそれで、えー、えー、いうことですよね。 まあ、以上をまとめますと、択一の勉強の中心として過去問中心やりましょう。まず最初に自分がどれぐらい問題解けるかっていうふうなことを測ってから計画を立てましょう、ねで。2回目、3回目って後に行けば行くほど解けない問題だけ選んで解きましょうっていうことですね。ですから当然解けなかった問題にはこれは解けなかったとか怪しいって丸×三角でつけながら勉強していくんですよねで。丸はもう2回目、3回目やらないわけですよね。で、2回目はその三角と×だけやると。 それでもう一回ツついたら、3回目はツが2個ついたものだけやるみたいなことですよね。今言ったようにやれば、直前にあんまり時間がない見直したいという時には、ツいっぱいついてるものを優先しやればいいんで、何が自分にとって弱点かすぐわかるんで、そうやってしとくとね。今言ったようにやると、事前に復習する教材まで出来上がってしまいますから、もう完璧なんですよね。正直、過去問集だけで卓越の教材っていいぐらいですね。 あとは予備校の模擬試験だけを受けて、実際時間配分の訓練とかしておかなきゃいけないから、できるだけたくさん受けた方がいいんですけど、まあ、あの予備校の、えー、模擬試験をあんま受けれないってなったら、う、え、ち、ー、で問題解くときに必ず時間を計って問題を解くようにするというふうなことですよね。時間を計って問題を解くようにすると、まあ自分自身が追い込まれるから、 単位時間内に解ける問題の数が増えますからね、やっぱり。何にも時間測らないで、なんとなくやってるよりは、絶対時間測った方が解ける問題の数増えるんで、あと、難しい問題に無駄に時間かけるのもったいないから、そういうのはもう、パッと答え見ちゃうべきだから、1問はね、月 2, 2分とか決めてやるべきですよね。1問2分って言うと忙しいっていう人は、まあ10問に20分でもいいんですけどね。 で最,最初は1分2分って神業のようなに思うと思うんですけどね。だから最初はもっと1問5分とか,かかっちゃうと思うんだけど、それでも5分以上かけすぎなんでね。設定して時間を計って、卓越問題解いていただくっていうのが、まあ、やり方としていいのかなと思います。それで、あと最後にね、ぜひこれは皆さんにお話ししておきたいのが、えっ、ー、とですね、予備試験を目指してっていうと、1年に1回しかありませんからね、ね、卓越受かれないともうあと1年後またやり直しになってきますからだけど、 その最この予備試験、1年に1回しかない割には予備試験ってハードルが高すぎるんですよね。で、スポーツでもさ、いきなりオリンピックしか出ない人ってあんまりいないと思うんですよ。普通はオリンピックよりもうちょっとハードル低い試合とかで優勝したりね、してからして、試合を経験積んだ人がやっぱりオリンピックに出ると思うんですよね。全国大会だって、まず地区大会から出るわけですよね。 で、一年に一回とか四年、えー、にその全国大会しか出ないっていう風なのは、であと多分試合勝てないって、それ試合にあまり慣れてなさすぎるから。んじゃあどうするんですかでも予備試験って一年に一回しかないですよねっていう風な人には何をお勧めするかっていうと、これが他の先生が言ってないことなんだけど、行政書試験を強く私お勧めするんですよね。すごくいいんですよ、行政試験。 大体、司法試験の問題作っていた学者が、次に予備試えっ、ー、と、行政士試験の試験問題作る一,、えー、一般法人に行って、そこで問題作ってますから、行政士試験で変な足が出たら、それが論文に出たりするんですよ、試験の。ね。実は司法試験の足、予備試験の足にも出たりするんで、同じものがね。お互いで予想問題になりますから。何度も、 うーん私はね、問題そのもの難易度は予備試験の方が優しいかもしれないと思いますね。ちょっと文章がね、ちょっとこなれてないんですね。そこはやっぱりあの実務家がね、えー、学者と実務家で問題作っている司法試験と、やっぱりちょっと行政書で違うかなってことで、多少ちょっと違和感を感じる文章ってあることは多いんですけど、行政書ですね。ただ中身は同じなんでね、難易度大体民法だと司法試験の8割ぐらいがの難易度と思った方がいいですね。 ただ、問題の数が多いんで、予備試験の方が勉強しやすいですけどね。まんべんなくでき予備試験の過去問を解いていくと勉強できるから、それで行政士試験の過去問もやると、お互いの勉強に役に立つんですね。で、行政士試験って11月なんですよ。で、司法試験の卓越は7月なんですよね。で、1年に1回予備試験を受けた時点で、俺は全然届いてないんだって気がつくのって、私はかなり悲劇だと思うんですよ。 それより半年前に行政書士試験受けた時に、もし受かんなかったら、俺はこんだけしかつくいついてないんだってことを分かったら、もっと勉強しようって話になると思うんですね。一年に一回しかないと、あ、もっと勉強しようって言っても、3ヶ月ぐらい出すと、まだ大丈夫だろうとかってですね、でも遊んじゃうんで、絶対それはね、良くないんですよ。何事も早期発見、早期治療は大切です。実はね、ですけど行政書士試験は予備試験確立のプレデストであり、あとは健康診断なんですよ。事前診断なんでね。 法学の力がないっていうようなことがそこで分かっちゃうんです。行政試験受けるとね。受かれば、お俺ってすごいなって話になっちゃうと思うんで、そ,そしたらそれで、あの、行政主試験の方が科目少ないから。科目少ないから先に受けられるんですよね。しかもね。民法と憲法と商法と、えー、ですよね。すいません。あの行政はだけですよね。忘れちゃいけない。先に4科目ある程度やって、できてなかったら今言って4科目しっかり勉強する機会できるじゃない。で、で,できてないから分かるんだから。 で、できてたらできてたで、残りの3科目しっかりやって論文の勉強当てるとかできるでしょね。つまり、行政書試験を1 1月受けておくと、その後の7月の予備試験に目指してどんな勉強をするのかっていうふうなことが合理的に自分、さっき言ったおのれを知りが、おのれを知れるから、合理的な勉強計画を立てるんですよね。そもそも行政書試験受かんないんで、予備試験の確率な受かるわけないですから、そういう意味でも、行政書試ぐらい受かんなきゃいけないんですよ。 ただすいません。この子を聞いている中で、ちょっとムッとされた方には謝ります。行政書士験十分難しいです。高価で行く言ってる人でもコロコロ落ちてますから。ちょっとこれ言うといかに予備試験難しいかって話になってくるんだけど、でも私はね、司法書士よりは予備試験の方がコスパいいと思うんですけどね。うん。司法書士ちょっと難しすぎると思うんですよ。うん。だから司法書士勉強するぐらいだったら予備試験やった方が絶対いいと思ってるんだけど、できること多いし、難易度としてもさ、 別にそんな変わんないよねっていう司法者が難しいんじゃないかと思うときありますからね。ただ、とにかくそういうふうにね、まあ、かなり予備試験難しいのは事実だから、それを今言った半年前に7科目中4科目だけで力試しができるっていうのはって、すごく幸せなことだと、なんですよね。予備試験攻略のため、自分がやばいってことを気がつけるっていうような意味でね。受かったら自信になるし、勉強がきちんとね、 住んでるってことがわかるし、さらに言うと、それだけでも独立会議をできるんだから、行政書士ね。行政書士試験を受けるってことは、予備試験対策って意味では、メリットしかないですね。デメリットは、実は一般知識っていうのが行政書士試験があって、これが変な試験なんですよね。一般的でない知識が出るんで、一般知識がいいんだからね。<laughs> あの <laughs>、 私もね、行政修理券、昔講師やった時に、あの、受けてたんですけど、一般知識だけはもうちょっと対策しないと、あの、点が取れないんで、まあ一応公務員試験用のね、そういう風な、こう、本買ってきて、まあ3日ぐらい、こう、ガッと読んで対策してましたけどね。まあ個人情報保護法とか、情報公開法とかは法律なんでわかるから、それはまあ点、そこで点取るんだけどね。 あとは時事問題とか出るからさ、一般知識とか言って、なんかね、変なあの、いきなりなんかあの、えー、コンピューターのさ、なんかあのね、ね、えー、データ数で単位が出るけど、どうしようかなと思ったんですけど、本試験でね。うん。これって、あのね、256倍だったからとかね。<laughs> いろいろ、1024倍だったからとかね、そういうのがあ、昔なんか自分が中学校とか小学校の時のホビーコンピューターでやった気がる思いながら、それ、ガッとやったら正解してるんでよかったですけどね。 うん、まあ、とにかくそう、一般的でない知識が出るんで、そんなもんで、あの、ちなみに正解しなくても行政主権受かるんだけど、ただ私は一応講師なんで、かなりいい点取らないとさ恥ずかしいんでさ、私、行政主試験受けたときは、受けて試験解除で出た後にね、そこから俺はこれにマークしましたって全部ツイートしてたんで、うん。で当然、満点はチャスカにちょっと取れないんですけどね。でもそういうふうにして、実際本当受けてますよとで。ほぼこれで9割以上正解だから参考にしてね、みたいなね。 そういうふうなのをツイ,ツイッターでやってたんですね今 X っていうみたいですけどね。まあ、そういうふうな突撃取材みたいなことを私やってたんで、ね、行政書試験とかでね。で、まあ、あの、とにかく、それは、なんでそんなことやるかっていうのは、ぜひね、皆さんにもね、行政書試験も通じて、最終的な予備試験を狩るためのステップアップなんだけども、それがごく役に立つから、ね。インターネットでね、申し込みできるしね。うん。昔はちょっと受験料上がっちゃったんでね、ちょっとそれが残念だなと思ってるんですけど、 というわけで、他の先生が多分言わないだろうなっていうふうな強くお勧めする試験勉強計画が、行政書試験もやるってことなんですよね。あと、ラストにあと4分ぐらいありますから、じゃあ、今言った行政書試験とか、あとは今言った択一論文の勉強を話しましたけど、今言ったような話の中で最大に欠けているのが、いきなり択一の問題をしといても解けないっていう問題なんですよね。<laughs> 論文の問題を読んでも意味がわからないっていう問題があります。 えー、そこをどうするかっていうのが、ズバリ入門講座だっていう話なんですよね。来た来たって見るのかもしれませんけど。うん、でもね、あの、皆さん、小学校、中学校、高校で法学の授業って受けてないと思うんですよね。受けてたとしても、我々が見ると、これ間違いじゃないのってことを教えたりするんですよね。裁判って全然三審制じゃないですしね。二審が原則、しかもいけないの原則ですからね。 憲法で国民主権、基本的人権尊重、平和主義って教えてるけど、いや、あの、国民主権は人権のが大切なんだけど、とかね、順番おかしいよね、とかね。いろいろやっぱりその文科省の学習指導料に則っ,った法学の知識って、すごく一部しか書いてないし、断片的だし、法律の使い方なんて全く学べませんから、で、それで大学行くとどうなるかっていうと、大学レベルの行為しかないんですよねで。世間に一般で売っている本のレベルって全部大学レベルですから、 今言った小中高レベルのものっていうのは、私が出してる本ぐらいなんですよね。<笑><笑>あの、すいません。あの、本当にそこはないんで書いてるんでね。うん。ですから、その小中高レベルのことっていうようなものをね、ね、まあ、勉強する場がないので、だから予備校を使った方がいいんですよ。<laughs> え、志賀先生、本書いてるんですよねっていう人には、本書いてもね、本っていうのはね、その、やっぱりね、人間っていうのは耳で聞いて言葉を聞い,聞い,聞いた方が分かりやすいんですよね。 文字の情報を見てね、理解するのって、その、ある程度知識ついた後はそっちの早いです、間違いなく。私、人の話聞くの苦手なんですよね。うん。あの、単位時間内に学べる知識の量が少ないからさ。でも、ある程度最小ち知識が少ないときは、早すぎると、あの、本を読んでもさっぱりわからなくて、右からへ流れちゃうんですよね。内容5割、6割理解しないと、残り4割わからないですから、 本を読んで、ですから、小学校、中学校、高校の内容を、例えば数学で勉強できますかっていうとかなり大変だと思いますよ。小中高、普通に授業を受けてたから、それ皆さんが意識しないだけなんですね。だから私は、法学についても、小学校、中学校、高校レベルのことは、ちゃんと耳で聞いて、ある程度勉知識をつけた後だったら、本を読んだり、Google さんで調べたりすればいいので、後の、あの、上級講座とかいらないです、はっきり言って。ね。問題演習だけはいい。 ただ入門講座だけでは私は絶対必要だと思っています。理由は今言った通りで、法学の基本的な部分をね、争いのない基本的な部分を耳で聞いて学べる機会っていうのが世の中にないからですね。私は小学校、中学校でもあの法律を教えるべきだと思っています、ねあの。本当に行政の仕組みとかも、ね、教えればみんなちゃんと選挙いただかなきゃいけないんだなとか思うと思うんでね。うん。まあ本当にね、民法とか刑法とかもね、 引き逃げって、あれ、引き逃げしただけで10年間の長期なんだよとか知ってれば、引き逃げしなくなるんじゃないかなと思う。そ,そんなことないかどうかわかんないですけど、でも知らない人多いと思うんですよ。引き逃げしただけで10年間の長期なんですよ、あれね。めちゃくちゃ罪重たいですから、引き逃げってね。うん。被害者死んでる、死んでない関係なく10年間の長期ですからね。ですから、そういうふうなこととかも、やっぱり知ってた方がいいんじゃないかなってこといっぱいあるんで、本当は小中でも、ね、あの、ね、 胸とね、腹と頭に昆虫がわ、体分かれてる足、六本足より、よっぽど民法とかの方が大切だと私は思うんですけどね。縄文式時より私は、あの、えね、当地、当地機構が大切だと思ってるんですけど、今の現代社会の方がね。うん。まあ、そんなこと、ここで言っても文科省何も動かないんですけど、まあ、ただ、とにかくそういうこと皆さん知らないから、それを教えたく仕方ないんです私は。ね。うん。本当にね、ちょっと今ね弱、弱小だからね、本当に私、残念なんですけどね。うん。 まあそういうことで、ぜひね、別に私の子を聞けとは言わないんで、そういうふうなところを予備校の子を聞いて学ぶってことはした方がいいと思いますね。そこら辺のところをね、小学校、中学校レベルに、えー、こう、レベルを下げて教えるって意味で、それだけは私自信がありますから、それはね。他の先生以上に私が自信があるのは、あの、噛み砕いて教えることですよね。あとは論文なんかの問題の解き方をきちんと教えるっていうのは、この2点は自信がありますね。 あとはまあもっと他の先生が素敵なところもあると思いますけどね。あと、直ちに実務行っても困らないようなことも教えますね。それはついでに。試験合格って意味では、まあそれは直接は関係ないかもしれませんけど、そこまで教えますからね。っていうことですよね。っていうところで時間来ましたから、今日のガイダンスは以上でおしまいにしたいと思います。 えまあ皆さん、もし弁護士、検察官、裁判官になろうって言ったら、今日のお話を部分的にでもね参考していただければ、必ず役に立つんじゃないかなというふうに思っております。以上、えー、講義をおしまいといたします。お疲れ様でした。